ジョスリン・デル・クールは、フランスの陸上競技選手、トゥール・コワン生まれ、1964年東京オリンピック、1968年メキシコオリンピックの銅メダリストである。デル・クールは、1956年メルボルンオリンピックに出場、400メートルリレーのメンバーとして出場を果たしたが、この時は準決勝で敗退している。 2年後のストックホルムのヨーロッパ選手権には100メートル、200メートル、400メートルリレーの3種目に出場。結果は100メートルで4位、400メートルリレーで5位となったが、200メートルでは3位となり同メダルを獲得した。デルクールは1960年に2度目のオリンピックとなるローマオリンピックに出場。100メートル、200メートルは準々決勝敗退。 400m リレーも予選敗退と結果を残すことができなかった。2年後のベオグラードのヨーロッパ選手権では 100m で銀メダル。200m と 400m リレーで4位という結果を残している。1964年には3度目のオリンピックとなる東京オリンピックに出場。個人種目の2 0 0ルは準決勝で敗退したもののデルクールはポールジュヌベ。 ベルナール・レブール、クロード・ピケマルのメンバーで構成された400メートルリレーでアメリカ、ポーランドに次いで銅メダルを獲得した。2年後のブダペストで開催されたヨーロッパ選手権では400メートルリレーのみの出場であったが金メダルを獲得し、デルクールは大きな国際大会で初めて優勝を果たした。デルクールは 4回連続出場となった1968年、メキシコオリンピックでは100メートルと400メートル、リレーに出場。100メートルは準々決勝で敗退したが、400メートルリレーでは、前回大会もメンバーであったピケマルとジェラール・フェヌイ、ロジェ・バンビュークと共に、アメリカ、キューバに次いで銅メダルを獲得。2大会連続の表彰台となった。ありがとうございます。